この世界にはパラレルワールドや別の次元があるとも言われており、もはや SF の話ではなく、著名な科学者が4次元以上の存在を提唱したりと、ネットでも人気のトピックとなっている。この投稿者はサッカースタジアムで試合を見ていると、突然説明のつかない出来事に遭遇。点が入る瞬間、ツイッターでゴールを知らせる表示が現れたという。そんなことが本当に可能なのだろうか。視聴者からはただの偶然や5分前の平行世界からの情報だとか、八百長試合だとのコメントも見られた。平行世界といえばマンデラ効果がその証拠だと主張する者もいる。実際に起こったこととは違う記憶の誤りが多くの人に広がってしまう現象のことで、例えばキットカットに iPhone が入っていたとか、ピカチュウの尻尾の先は黒かったなどがある。このような集団的な勘違いは別の現実や時間が混ざった結果だとの説もある。この投稿者は古い携帯電話を使い、2つの異なる世界を垣間見せた。彼の携帯電話を通すと、ボードゲームのモノポリおじさんが単眼鏡をしている姿が見える。だが実際はしていない。検索すればおじさんはメガネを使っていないと記述されているが、多くの人が単眼鏡の姿を覚えていた。ちなみにモノポリおじさんのモデルはあのタイタニック号の実質的なオーナーであった J.P. モルガンだとの噂もある。さらに奇妙なことに、この投稿者は彼の携帯を通してブリトニー・スピアーズのミュージックビデオを見せると、彼女はこの歌でヘッドセットマイクを使っているのが見えるが、実際にはマイクを使っていない。だが何百万人もの人がこのミュージックビデオで彼女がマイクを使っていたと覚えている。さらに彼はブリトニーがチェック柄のスカートを履いているクリップを紹介。確かにチェックだったような気もするが、実際履いていたのは黒いスカートである。他にもチーズの笑うしの鼻なのにね鼻輪などを見せていた。彼の携帯を通すと、どれもマンデラ効果の世界が現れるのである。当然多くのネット民が困惑し、一体どうやって古い携帯でこんなことができるのかと議論に。彼は携帯のカメラの前に指を差し出し、映像は加工やグリーンバックで編集したものではないと主張している。もちろん CG やある種のトリックだと疑う者もいれば、あの古い携帯は数十年前の別の現実を覗けるクロノバイザーのような装置だと信じる者もいた。これがマンデラ効果の証拠だとすれば、この現実のどこかで過去と現在の間にある種の断絶か融合が発生したのかもしれない。2023年1月、中国の航空会社の機内でパニックが発生。ある男性が自分は時間の罠にはまり込んでしまい、これが6回目のタイムループだと叫んだ。男によると飛行機が墜落して全員が死に、そしてこの時点に戻るサイクルを繰り返しているという。当然乗客がパニックになったり呆れていたのは言うまでもない。また彼は客室乗務員はバッテリーを交換するロボットだと主張しており、それが墜落の原因なのかもしれない。とにかく乗客が心配したため飛行機は着陸し、パニック男は拘束された。警察は男の精神状態を異常と判断し、さらなる治療のために専門の医療機関に移送。だが男の話が事実だとしたら、今回はうまく事故が避けられたのかもしれない。2020年、 TikTok でハンガーチャレンジという実験が流行り、針金のハンガーを頭にはめると首が勝手に横に回転すると話題に。この頭の回転運動は一種の集団心理のようなものと思われていたが、
実は90年代からこの現象が報告されており、2015年に行われた研究ではこめかみにハンガーをかけると 95.8% の参加者が無意識に首を回したという研究結果もある。なぜこのような現象が起こるのか完全には解明されていないが、ハンガーがこめかみの皮膚を片側に引っ張り、その痛みを避けようと頭が動くと言われている。とはいえ全く回転しない人もいるようで、大抵は面の皮が厚いタイプであった。ただプラスチックハンガーは壊れやすいようである。2019年、オーランドからサンディエゴへのフライト中の女性が9000メートル上空で悪夢を体験。この時恐ろしい乱気流に襲われ、飛行機が激しく上下に揺れる中、客室乗務員もパニックになり必死に通路を駆け回っていたという。すると突然シートの画面が一斉に点滅し、機内が不吉な光に包まれた。そして飛行機が一瞬落下した後、電子機器は元に戻った。視聴者の中には宇宙人かお化けの仕業だと主張したが、実際は機械の不具合によるもので激しい雷雨で発生することがある。幸い機体と乗員乗客は全員無事であり、目的地に着陸できたようである。2021年、投稿者の弟の肌や服がなぜかミラーボールのように全身キラキラしていると紹介。この輝きは肉眼では見えなかったが、携帯のカメラでフラッシュを焚いた後、弟は頭からつま先まで輝き始めたという。2週間ほど頭を悩ませていたが、ついに弟の部屋を探し回った結果、謎の原因が判明。このような反射ジャケットには再起反射シートという素材が使用されており、光線が当たるとまっすぐに反射してジャケット全体が輝く。この素材は道路の標識や誘導灯によく使われているので、ご存知の方も多いであろう。弟がこのジャケットと一緒に服を洗濯してしまい、反射素材が剥がれて他の服に付着したようである。エルトン・ジョンのファン以外はあまり嬉しくない輝きである。2020年、何週間も自宅の敷地を徘徊している不審な影を女性が目撃。影は何時間もあてもなく歩き回り、木々の間をうろうろしていた。彼女が撮影しようとすると影は消えたり現れたりしたという。カメラの不具合かもしれないが、影が現れるようになってから数日後、飼い犬が夜になるとパニックになり、外の門に直行し狂ったように吠え始めた。遠いところに影がいるようで、彼女は謎の人物と対峙することに。だが数週間ほど影は現れず、とりあえず潜んでいたあたりに声をかけた。 Hello? Is anybody there? I'm so nervous. Do you need help?不気味なうめき声が森に響き、彼女は怯えて逃げ出した。以来毎晩同じうめき声が家の外から聞こえるようになり、夫が銃を持って外に飛び出すこともあったが、暗闇の中には誰もいなかった。この後彼女は涙ながらに動画を投稿し、叫び声がさらにひどくなり、眠れない夜が続いており、家のセキュリティシステムを強化する予定だと説明。心配した視聴者は今も更新を待っているが、彼女の投稿は止まっており、彼らに一体何が起こったのか今も謎に包まれている。 TikTok でリップグロスの液体が浮かび上がる現象が話題に。宇宙空間や逆さまで撮影されたものではないため、多くのネット民も困惑。そこである YouTuber がこれらの動画を分析し、この現象は単に静電気によるものと解説。静電気はプラスにもマイナスにも帯電し、物質表面の電子が過剰になればマイナスに、不足すればプラスに帯電する。そしてご承知のように、マイナスの物体はプラスの物体に引き寄せられる。例えば小学生がよくやるように、髪の毛に下敷きをこすりつけると、プラスに帯電した髪がマイナスに帯電した下敷きにくっついて持ち上がる。また磁石のように
マイナスに帯電した者同士は互いに反発する。カーペットの上で足をこすったり服に手がこすれると人の皮膚も摩擦で静電気を帯びることがある。リップグロスを手にした時、女性の皮膚はマイナスの静電気を帯びていた可能性が高く、液体を容器から取り出す時にスティックの先についたグロスもマイナスに帯電、そしてマイナス同士で反発し、グロスの繊維が一時的に浮かんだのである。こちらは大変な物議を醸した映像。目撃者もかなり動転しており、この怪物を見た視聴者の多くが本物のゴジラだとコメントしていた。もちろん偽物だとの意見も少なくない。映画制作会社の宣伝映像だとの説もある。現実とフィクションの境界が曖昧になっている現代社会において、視聴者は映像や情報を鵜呑みにするのではなく、常に慎重に検証し信頼できる情報源を求める必要がある。そういう意味では情報の正確さと信頼性の大切さを再認識させる映像であろう。2021年、ペンシルバニア在住の投稿者が奇妙なものを発見。彼が道路に手を当てるとゴムのようにぐにゃぐにゃしており、指で持ち上げることができた。彼は視聴者にこの現象の理由を尋ねると、冬に道路に亀裂が入り、自治体がその隙間にタールのような補修剤を注入しているという。それでも一時的な処置に過ぎず、夏が近づくと太陽に照らされて充填剤が溶け、このように柔らかくなるようだ。子供がつついて遊びそうであるが、劣化が早まりそうなので見つけても触れない方が良いであろう。